はい、皆さんこんばんは。いそ V ということで、今日はね、磯場の方へエギングにやってきましたよ。はい。まあ春と言ったらエギング。いや、そうですよね。そして小竹が大きいじゃないの。大きいの。私ハロイカでやらせてもらってますから、ずっとよろしくお願いします。ということで今日はですね、文雄とハロイカバトルの方をやっていきたいと思います。最近めちゃめちゃ釣るじゃない。ちょっとね、伸びてるのよ、どうしても。すっごい伸びちゃってるの。伸びてます？伸びちゃってるの。苦情が殺到してるの、メンバー側から。文雄くんの伸びた鼻をね、へし折ってやろうと思いまして、今日はね、バトルででかいイカを釣り上げて、文雄の顔でこうしてやりたいね、ほらー言うて。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。そのね、鼻をへし折りに来た手をもう手動ですよね。おお、ちょいとちょいとタッチ、え、タッチ、ちょっとちょっとちょっとかわしいわ。はい、ということで僕がデュエル用水の液を使ったら勝っちゃうと、絶対勝っちゃうよと、どうせ皆さんコメントで言うでしょ、ブーニーと、お前卑怯だぞと、勝っちゃう液を使っちゃってということで、皆さん今回はこちらドン、僕がこっちを使います。あ、なるほど。ギノール先生にはこちらデュエルのパタパタの方、あ、なるほど、あ、まあデュエル用途にいいですよ、使って、僕が持ってる液、なるほど、で、あなたが持ってる山下さんの液僕が使うと、あ、なるほど、どうでしょう。いいっすよ、このぐらいのハンデはねやらないとねということで、僕が山下の液、文雄がデュエル用途の液を使ってね、サポーティングの方をやっていきたいと思います。なるほど、新しい形、新しい形、もう僕も勝手にですし、あなたも勝手にですし、サポーターがいない、いない、なるほど、これこそ真の勝負ですよね。そうです、忖度抜き抜き、そうでかいかバシッとしていきますんで、皆さんご視聴よろしくお願いします。お願いします。それではやってく、やっていけ、はっ、痛い。どうぞ、まだあるんで、もし足りなければ。大したもん入ってるんですね。おいと、まあこれでね、しっかりやってきますよと。いや、いっぱいある、いっぱいあるっすね。いっぱいあるよ。まあまだあるんで言うてくれれば十分な引き出しをいただきました。やってもらいましょう。はい、僕もね、はい、いただきましたよ。これでやってやりますよ。新しいのもあるんでしょこれ。そうです、ボルカノ6、すごいね。これ反転がシャローだったよね。丸がシャローで、チンコチンコチンコってちっちゃいのがあるのがスーパーシャロー、スーパーシャローこいつだけしかない。デュエルさんにはラインナップがないライン。うるさい。はい、早速選んでいきましょう。あ、これいいな。ちょっとラドルで探りたいってことでね、ちょっとピンクちゃんを使っていきましょう。こういうピンクちゃんは日中蛍光ケムラ強いですからね。新鮮ですよ皆さん、どうで使おうか。これいこう、萌えぐり3号とかないの？3号はない、ないか。まあ、こうやってね、こう、まあ、ふみさんここ入ってるんですけどね、こういうところでね、こう横にバシッと入るんですよ。で釣っちゃうと、横で釣っちゃうっていう、横目に釣っちゃうっていうのがね、僕趣味なんですよね。いや、えらい横よ、それは。だから、その横目で釣るのが好きなのよ。横目とかじゃないですよ、もう。タッチの位置ですよ、タッチの位置。ちょっと、ちょっと、ちょっと。これバシッとかけたいのよ。で、ほらーって言いたいのよ。なるほどですね。お、イカじゃなくて。え？なんだろう。なんかゴミかな。タトちゃん、タトちゃんがすごい。うん、持ってくださいよ、せっかく。いや、もしも怖いタコだったら嫌じゃないですか。綺麗じゃない、何言ってんの、いいちゃんよ、いいちゃん。いいちゃん、エリバリー。タコ。ちょっと待って、一回ちょっとホールを見せて。エギオケイさんのホールを見たい。どんな感じでホールするの。角度とかがやっぱり大事だからね。ゴミがすごい。あんなグーって頭から入ってくるでしょ。うん。あ、本当ね。ああ、すごい綺麗ですね。フリーにした状態でこんぐらいの角度で沈んでますね。デュエルのパタパタとかも結構こんな感じで沈むんで、手前だとね、潮が効いてないと、潮が効いてないところでこんぐらい、効いてこんぐらいみたいなことでしょ。で、水平で食わせる、潮が効いてる時に水平で食わせるっていうなね。はい、みんな大好きムラチェ来た。これでしょ、みんな好きなの。これうちのメンバーもめちゃめちゃ使ってますからね。飛ぶな。そしてエギオケキャストした時も重みを感じるですね。エギの重みを感じる。この間はね、夕間詰め、両肩取れたんだけど、しっかりねボトムまで落として取れた感じでしたね。潮の具合とかね、イカの活性によって多分回遊するレンジとかね、いろいろ変わってくると思うんで、そこら辺も踏まえて。モカミ聞かない。あたしもタコあっ、ちょっと加トちゃんありがとう。ありがとう。今日はですね、中潮10時満潮ぐらいかな。で今6時過ぎ、もうそろそろ夕間詰めを迎える時間帯ですね。さっきから潮目入ってるところは結構いい感じやったんですよね。うん、かつ今もやっぱ結構動いてますね。上潮はバンバン、そこのゴミとか上潮バンバン流れてってますもんね。上潮はすごい。あ、イカっすね。これはイカや。ちょっとここの穴に入ってたじゃない。あれ、ちょっと待って。魚かも。いいよ、魚でもいいよ。いや、魚やね、その感じ。この感じは魚。あ、ネコかったかな。潜らすな。いや、魚のワンタン取りたい。取れる。負け。もうゴリ巻き。潜られると。巻いてる。なんこれ。すごい出てる。あ、潜られたかな。あ、何やってんのよ。ああ、もうね。あー、取れた。バレしもた。今ね、ポイントを移動しております。傾斜になってるから気をつけないと。シャローエリアみたいです。僕初めて来ましたね、ここは。よいしょ。はい、ポイント移動してきましたね。なんかここはふみくんのおすすめの磯場ということで、はいはい、結構見た感じ、うん、浅いっすね。そうっすね。手前が本当3、4メートルで、フルキャストしたところがまあ5メートルぐらいあるかなっていう。まあ浅いですけど、はい、それでも浅いですね。わかりました。感じでベイトがちょっと入ってなかったんですけど、まあ今日どうかなと。分かった。こういうところでまあ釣るでしょう。うん、はい、やりましょう。はい、ブンニーさんより先に釣っていきたいと思います。ブンニーさん遅いの。そんなことしてたら先を越されるんですよって。勝負ですから、これは皆さん、勝負ですからね、これは。これ勝負なんで、勝負には勝つために、これ体力面も勝負のうちですから。なんかね、ここね、こうノーマルでちょっとサーチしたかったんだけど、シャローがいいってことで、アドバイス通りちょっとシャロー、軍艦グリーンですね、 3.5 号のシャローぶち込みたいと思います。はい、ちょっとキャストさせてもらっていいですか。ごめんなさいよ。おいポイントになっておりますと、潮いってそうですね。ちょっとさっきベイトはでも本当にいないですね。ライトで照らしたらちょっとパシャパシャってするんですよね、けど照らしてもいなさそうなんで。よし、来ましたね。ちょっと待って、しゃくってるも何でもしてないじゃない。光ってる。はい。ピンポンですよ。バラしますよ。ピンコンです。早かったね。ぐんぐん来ております。いいじゃない。ぐんぐん来ておりますですよ。落ちパクでございました。落ちパクでしたね。いかですよ。あ、結構あるよ。はいよ。緩めてよいしょ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 、結構あるよいしょー、やったじゃない。おい、めっちゃいいじゃん。いましたね、いいサイズっすよ。いいサイズじゃないかー。ちょっとエギの紹介しなさいよ。エギがですね、何ですかこの子は。これはですね、青利休のロングキャストスロー、はい、日中ピンクちゃんでございます。日中ピンクを夜使うと。ウイス、いや、いいじゃない、いいじゃない。はい、サイズもいい、かっこいいな。イカ、やっぱりいいからはどんな感じだったんですか。いや、もう落ちパクです。何もしてません。この子がもう勝手にお仕事してくれた。ここだよーって言ってましたね。ここだよーって。いいですね。勝手にサボっていく。つるつらしていや先生リードなだけだから言うて。さあ、新しい回遊のスクールがこうパッて入ってこないことにはちょっと釣れないような気配はありますけどね。表層がめちゃめちゃ動くよね。ここラインも持っていかれるわ。中の潮はそんな動いてない感じですね。ちょっとじゃあ自分は右に刺しますね。やっぱもうちょっと潮には乗せたいわ。まだ行くね。行く。ちょっと今テンションホールから不利にしました。ここで止まったからこれ探ってベールを起こして不利。これほんと 1m7 秒かな。だいぶ速く感じるけどな。なんか今若干やっぱ左に行きよるような感じがするけどな。来たねえって持っていたね、今ね。これ結構いいよ、キロあるわ。キロある。これでかい。ギャフバーまでついてくる。はいギャフあります。本当に。いや、嗅いでよおじいちゃん。ちょっと僕落ちるからね、これより先に行ったら。見とってよ。カメラ見とってもらえますか。映しとってよ。わあ、おい、ナイス。あ、でかいオスや。あるやろこれ。これあるやろ。いた。よいしょ。うわー、でかい。これはビッグワンや。これ来たでしょ。これはビッグワンや。キロあるんじゃないこれ。でかい。これすぐ測りたいな。いいでしょう。エンペラーがすごいことなってるって。巻いてる。生きてるビラビラよ。測りたいね、本当ね。測りたいです。エギの方ですね。ほら、藻がついてるでしょこの感じ。本当。藻がね、引っかかりながらこうボトムをこうね引いてきてたんですよ。その時にこれ多分持っていたんですよ、シュってね。でヌメーと持っていた感じ。イカパンチのガーンってあってガボーじゃなくて、こうスースーみたいな感じでしたよ。なるほど。エギはですね、山下さん、エギ王系の山下さんですね。スケスケキャンディーっていうのかなこれ。シャロー 3.5 号すごいよ。こう光を当ててみたらね、こういろいろ色が入ってる。俺の新品のエギがえらいやられてんねん。おめでとうございます。まあでもちょっと待って、これで1対1やから言うて、そうですね、今日バトルやから、そうですね、バチッとやりましょう。まだやりましょう、まだやりましょう。よろしくお願いします。それでは軽食のお時間といきましょうか。お願いします。一回お水を抜かないといけないでしょ。ああそうそうですね。気分ないかな、しぼんだな、なんかちいちょになりましたね。なんかちいちょになったな。まあ測りますよ。はいはいはい、ゼロいただきました。いただきました。かけちゃいますよと。よし、そっ、まあ僕見ないからね、まだ。はい、ピーになりました。どうぞ。ダメーダメー、ないやないな、ある予定だったじゃない。しぼんだかな、鳥ちょっとしぼんだっぽい。ちょっとあれ、サイズ的にあるぞこれ。ちなみに僕のは何グラムだったんですかね。袋越しにやってみましょうか。やってみましょう、サクッと。これ文雄先生の、はいはい、ゼロいただきました。いきまーす。ちょい、はい、ロックいただきました。はい、620ですね。まあ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 、でも悪くはない、悪くはない。でもこれはキロあって、これキロあってよかったですね。まあ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 、ちょっとまだ釣れそうですよね、ここね。頑張りましょう。潮同士が良さそうなんで。頑張りましょうじゃない。お前も勝負があるってな。勝負がまず敵やけんな。先に打とう。はいはい。はい、ちょっとね、さっきブーニーさんにポイントバネやったけんね。俺が先に投げる。いやー、いましたね、ビッグワンがね、隠れてましたね。まあ今1対1っつうことで、結構釣りづらそうな、なんかこうね、元戦いながらやってましたよね。ちょっとさびきながらね。そうっすよね。感じながら。あともう、気が早いんだから。ラインがトロトロトロっていったんですよ。加山市営業所。おぶろ。お気に入りになったと。いくら。来た。ナイス。これやばい。これはやばい。ドラグよか。俺が取っとけんよか。あ、これ。これはちょっと。いいけどドラグはちょっと自分で調整して。これは。緩かったら外れるよ。かなかか取られたら。巻いて落ち着いてこうやって強いって。これはギャフもお願いします。オッケー。あーでもちょっと軽くなってきたかな。いいよ、準備 OK よ。こっちはまだ見えてこんね。まだだいぶ走ったっすもん。走った。でかい。ゆっくりよか。ドラグ緩めて。はい、緩めてドラグが。でかい。2ある。1本。これはあるぞ。これは2はある。きた。これは来た。久々来た。これはある。これやばいぞ。これは化け物や。これは化け物や。手をちょっとふみちゃん置いてもらっていい？この感じやけど。いやー。手の震え。これはだってめっちゃきつかったですよ。巻くのめっちゃきつかった。あらふみちゃん顔ちっちゃくなっちゃった。本当よ、これやばい、マジやばい。ふみ、これやばい、化け物ということで、ふみちゃん早めに測りましょう。はい。ちょっとおしっこチャーしますね。あ、そうですね。はい。あ、結構ある。あ、なんか最後のできました。はい、できました。どうぞ。これはもうノンカットでいきますから。はい。いや、手が震えるんですけど、本当に。ほら、ブルブルって。こうか。はい、ゼロね。ゼロっすか。ノンカットでいきますから。手が震えるって。どうすか。見てください。あれ。嘘。もう一回。今からデジタルスケールのちょっと別のね測ってみるということで、はい、どうぞ。こちらもノーカットでからいきます。はい、手が震えております。ロックがならない。はい、ロックなりました。はいまあ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 すごいよ。いやなんかね、最初は走らないんだけど、多分缶の中からガーッと走り出したよね。そうっすね、すごい。えぎはちょっと見せてもらっていいですか。こちらまたさっきのえぎと一緒ですね。そうっすね。ロングキャストのスロ 3.5 号、日中ピンクということで。うわー、すごいじゃない。あざまーす。日中ピンク神ー。サポーターなれるんじゃない。そうっすよね。もしかして働きます一生懸命。はい、お疲れ様でした。おすごい、見て伸びちゃってるでしょさらに伸びちゃって。皆さん、まあ仕方ないね。すれば伸びるから。ここがもう一個ついちゃった。もう一個ついちゃった。いやちょっとね、今回バトルっていうことでやらせていただいたんですけど、はい、すごい今季すごい。うん、すごい。ようするようするわ。2杯目で折れるっつった時もろたと思ったんですけどねこれやられたと思ったんですけどね 1.95 ぐらいか2ぐらいですね。92か、うん、いやいや今季初の、うん、キロアップっていうことでおめでとうございます。これはもうバトルだったけども、まあおめでとうございます。これは嬉しいですよね。嬉しいですね。いやこれなんかもうノーカウントみたいな気持ちです。こっちとしてもなんか嬉しいです。キロアップ釣られて、あ、違ったか、ごめんなさい。おえ伸びきるすごいのよ。まあ今回はですよ、まあデュエルサポーターの僕が山下のえぎを使わせてもらって、で文雄がデュエル用済みのえぎを使った、まあ勝手にサポーティングということでやらせてもらったんですけど、えぎを使った感想、僕ね、多分6年ぶりぐらいに山下のえぎ使わせてもらったんですけど、やっぱり違うね。普段ほらデュエルと夜釣り使うけんがさ、潮の髪型とかダートの感じとか、こうしゃくった時の軽さ重さとかさ、違う。もう新鮮でめちゃめちゃ楽しかったです。釣れたしさ、そうっすね。もうスケスケキャンディーだったっけあれ。大好き大好きでしょあれ。あれ大好きなっちゃって。大好きになっちゃって。あれはもう買っとくわ今度。使うかわからないけどとりあえず買うわ。今回ね、デュエルヨウズリさんのえぎを使わせていただいたんですけど。あれスロータイプですよあれ。スロータイプですよね。初めてに近いぐらいがっつりちょっと使わせてもらって、でえぎ王系のシャローと比べて。沈下速度を若干速く感じたんですよね。まあえぎ王系は潮乗ってくようなえぎやと思うんですよね。今回使わせてもらったえぎはちょっと切ってく方に近いのかなと、そのおかげかちょっと分かんないですけど、自然な動きをしてくれたおかげか、1杯目はもうホールで持ちパクしてくれたんですよ。びっくりしたびっくりしたですね。2杯目もはっきり言ってそんなこうたくさんはこう誘い入れてなくて、確かに確かに、だからちょっと僕の力じゃないですよね。ここのフィールドに多分ピタッてはまったんだかなっていう気はします。その潮が上潮がいってるねって2人でちょっと話してて、でその切ってくタイプのえぎがうまいことこうはまってくれたのかなと。で日中ピンクっていうカラーも今日満月に近い状態、大潮の次の日の中潮なんで、そういうのもちょっとバッチリはまってくれたのかなと。よかったね。海流も多分いい感じで当たってくれたと思います。そうですね。ありがたきの方でということで、まあ楽しかったよ。いやもうバトルとは言えど、もう文雄のね伸びた花は折れなかったけども、まあ楽しかったから良きということで。良きです。皆さんぜひね、ナイス聴感と思う方はね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとねベルマークのねボタンがあるのよ。これらへんについてるでしょ。それ見て右の方自分のこう見てごらん。ついてるでしょベルマーク。そう押しなさい。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。春続く一緒に楽しもう皆さん。